こんばんは、リラのみゆです。みゆりんラジオのお時間になりました。もう5月も後半に差し掛かっていますが、皆さんお元気ですか？みゆはすっごく元気です。実は先週の17日に18歳の誕生日を迎えまして、昨日の19日に私の誕生日祝いも含めた定期ライブをさせていただきまして、たくさん幸せをいただきました。ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。相方のゆうかちゃんがお手紙とびっくりする場所から花束を出してきて、でプレゼントをくれて、もうそしてファンの方からサプライズまでしていただいたんですよ。実はライブ終了後にいつも特典会を行っているんですが、その後に終わって皆さん帰られてからサプライズがファンの方からだったっていうことを知って、もう本当にちゃんと感謝をね伝えられていなかったので後悔してるんですよ。だから絶対今度直接ありがとうを伝えさせてください。そしていつもステージに立つときは私全然緊張しないタイプなんですけど、私の誕生日も含めたライブだったので責任感がもうすごい湧いてきて、もうドキドキが止まらず最初は緊張してたんですけれど、皆さんの温かさに改めて気づいて緊張は吹き飛んだし幸せで溢れました。いただいた幸せをこれからのステージでお返ししていきたいと思っております。次の定期ライブは6月23日日曜日に福岡博多にあるベイサイドライブホールで行います。ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。そして皆さんからの素敵なプレゼントが今家にたくさんある状態なんですよ。実は今日大分で用事があったのでいただいた当日に開けられず楽しみに撮っております。またたくさんお話ししますので楽しみにしててください。いつもありがとうございます。これからもずっと私と一緒に笑っていてください。リラライブボリューム62、本当にありがとうございました。実はその前日は所属事務所アクティブ博多のプロデュース公演、のに先生と樫の木という一人芝居の舞台の劇中歌をエレクトーンで伴奏させていただきました。実はエレクトーンアレンジもさせていただいていまして、2年前に上演された時と雰囲気が違うねと褒めてくださった方もいてすごく嬉しかったですし、やりがいを感じました。ご来場いただきありがとうございました。そして事務所の先輩の永本瑠奈さんと優子さんの一人芝居をリハーサル含め間近で拝見して、もう本当にたくさん学ばせていただきました。私にとってすごく勉強になった素敵な舞台でした。また先輩方とご一緒できるように頑張りたいと思っております。そしてルナさんと優子さんが誕生日プレゼントを一緒に買ってきてくださってたんですけど、私の大好きなイチゴシリーズをすっごく買ってきてくださってて、もうびっくりだったんですけど、その中にイチゴのポテチがあったんですよ。だから何それと思って楽しみに撮ってるので、また感想をねお話ししたいなって思ってます。楽しみにしててください。そしてその前の週の12日はですね、行橋市民体育館にて色彩とパーティー3にリラで出演させていただきました。1日に2回もパフォーマンスさせていただいた上に、私たちリラ人生初めての司会進行を務めさせていただきました。色彩とさんにはいつもお世話になっていまして、司会で演者さんにね質問をさせていただくときに、一つのことに一生懸命になってする姿に感銘を受けて、私と目指す場所は違っても演者さんのキラキラした姿を見ると私ももっと頑張らなきゃなって思いました。パフォーマンスをさせていただいている時は一緒にすごく盛り上がってくださっていたんですよ。本当にありがとうございました。そしてすごく嬉しかったことがあってですね、リラを訪ねてくださった小学生の女の子が握手してくださいと声をかけてくれたんですよ。で、小学生の子にもパフォーマンスが響いてくれたのかなと嬉しくてたまりませんでした。ありがとうございました。司会進行でもパフォーマンスでもたくさん学ばせていただけて本当に素敵な一日になりました。もう最近はですね、本当にたくさんの場所で素敵な経験をたくさんさせていただいていまして、私のスケジュールの波は一旦収まったんですけど、まだ安心してられないんですよ。なんと今週5月25日土曜日10時55分から11時10分第77回日田川開き観光祭にみゆソロで出演させていただきます。
日田駅南広場にて水郷日田ミュージックフェスティバルに出演させていただくんですが、今年はすごいですよ。毎年行うコテキっていうね、恒例の音楽パレードをはじめ、なんと東京ディズニーリゾートスペシャルパレード、そしてパトリア日田にはおなじみのあの番組が日田に出動できたりと、もう今年は盛りだくさんですので、ぜひ私の地元大分にぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで感謝が溢れていましたので、今日は振り返りが多かったんですけれど今日のみゆりんラジオはこの辺でお別れにしたいと思います。今週投稿する YouTube はですね、もうさすがに5月病はないと思いますが、応援ソングシリーズでいきたいと思いますぜひ私からたくさん応援したいと思っておりますので、ぜひこれからも頑張りましょう。ということで明日からも頑張りましょうねもう私は幸せモードいっぱいなので頑張れます。ということで素敵な夢が見れますように、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。